はい、整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、簡単に姿勢よく座る方法についてお伝えさせていただければと思います。はい、私の患者さんでもですね、デスクワークの方ってすごく多くいらっしゃるんですね。で、デスクワークの方としてはですね、座りっぱなしになると腰が痛くなってしまったりとか、肩が張ってしまったりとか、首が痛くなってしまったりとか、あと手がこう痛くなってしまったり、手とか肘が痛くなってしまったりとかって悩んでる方ってたくさんいらっしゃるんですよ。で、その方に対してストレッチとかをですね、していただくことも、効果的ではあるんですけども、そもそもなぜそういったところが硬くなってしまうかというと、やっぱり使い方、座り方が悪かったりするんですね。なので、正しい座り方をですね、することによって、実は負担って最低限に済むようになりますので、ストレッチの必要性もだん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 なくなっていくっていうことになるんですね。なので、今回はですね、正しい姿勢で座っていただいて、ストレッチを最低限で済むような方法をお伝えさせていただければと思います。まず簡単に説明させていただくと、多くの方っていうのは体を丸まって座ってしまっているんですよ。こんな形でダラーンと丸くなってしまって、デスクワークしてしまったりとかするわけですね。そうすることによって腰が張ってきてしまったりとか、あとは背中が張ってきてしまったりとか、肩とか首も痛くなってしまったりとか、あとはですね、こう手が重いんですよね、この姿勢だと。手が重いので肩が痛くなってしまったり、腕が痛くなってしまったり、手が痛くなってしまったりとか、腱鞘になってしまったりとか、そういうところですごくこういろんな痛みが出てきてしまうんですよ。で、この状態で体が丸まってしまって、お腹も縮まっている状態なので、立った時も縮まった状態で立つから腰が反ってしまって、さらにまた違う腰の痛みが出てきてしまったりとか、もうすごく悪循環になってしまうんですね。なので、正しい座り方っていうところですね、今日簡単にやる方法っていうところをお伝えさせていただければと思います。で、悪い姿勢っていうのは、いわゆるこの仙骨で座ってしまっているんですよ。この仙骨で座ってしまっているから、尾低骨が痛くなってしまったりするんですね。座っていると尾低骨が痛いです、お尻が痛いですっていう方っていうのは、この仙骨で座ってしまっている。で、本来はこの座骨、座る骨っていうふうに書きますけども、この座骨で座るっていうのがコツになるんですね。はい、ここにですね、座骨っていう骨があるんですけども、なかなか座骨で座ってくださいって言っても分かりづらいかと思いますので、それを簡単にやる方法ってところをお伝えさせていただければと思います。はい、で、やり方としてはですね、簡単で、コマネチ分かりますかね。ちょっと私の世代の人でギリギリ分かるかもしれないんですけど、コマネチですねはい、コマネチって分からないかもしれないので、このですね、コマネチの位置なんですけども、股関節をこう曲げていったりとかすると、ここにこう谷ができますよね。はい、谷ができると思います。あとはお尻を引いていただくと、ここは折り曲がる位置がありますよね。ここは股関節の位置なんですけども、股関節を曲げていただくと座骨が分かりやすくなるんですね。股関節を曲げていただいて、ちょっと体を前に倒していただいて、このまま座骨をつけて座るっていうことになるんですね。はい、で、多くの方っていうのは、この仙骨で座ってしまっていますから、こんな形で普通に座っていただくとこんな感じになっちゃうので、座るときっていうのはこのコマネチをしていただいて、曲げていただいて、体を前に倒していただいて、座骨をつけながら座っていただく。で、この状態で後ろに行くと、こうフラフラしてしまうと思うんですよ。フラフラする場所ではなく、前に行ってもちょっとフラフラしてしまうと思うので、ここでちょっとですね、少しずつ振っていただいて、なんか乗る位置があるんですね。この座骨に乗る位置がありますから、フラフラしない位置を見つけていただきます。後ろに行ったらフラフラします、前に行ったらまたフラフラしますから、あ、ここ乗るなみたいな点なんですよ。点で座るっていうことが大事なんですね。座骨っていうのはこうくるっと丸くなっている骨ですから、点で座っていただく。そうすることによって腰が丸まることもないですし、背中が丸まることもないですし、首が余計に前に出ることってないですから、首の痛みとか背中の痛みとか腰の痛みを予防することできますし、かつ手がこう軽いと思うんですね。丸くなった状態で座ると手重いっていう風に言われますけど、この状態で座っていただければ手軽いと思うんですよ。はい、なので腕とか肘とかですね、手の痛みっていうのも予防することができますから、体を前に倒していただいて、コマネチで座っていただくっていうような形をですね、していただくことによって、姿勢よくですね、座ることができますので、腰だったりとか背中とか首の痛みを予防することができるということですね。ぜひ試していただければと思います。ということで、今回はですね、簡単に姿勢よく座る方法ということでお伝えさせていただきました。ぜひお試しいただければと思います。はい、ただですね、この方法っていうのは私のですね、オリジナルの方法ではないんですよ。はい、これはですね、実は私の
治療院のですね、整体院の副院長先生であるですね、中川先生がですね、まあ、考えられた、考案された方法になります。実はですね、中川先生のオリジナルの動画もありますので、中川先生の動画ですね、もっと根節整体に詳しく説明していただいているので、もしですね、この座り方いいなというふうにですね、思われた方は、中川先生のですね、オリジナルの動画、下にリンク貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。またご質問等あればですね、コメント欄に残していただくか、それから中川先生の動画に飛んでいただいて、そこに中川先生に直接ご質問していただいても結構です。はい、また今後もですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。